サバントゥイは、ロシアのボルガ川の下流域の諸民族の間で行われる夏の祭りである。その起源は、ボルガブルガール時代にまで遡るとされる。初期のサバントゥイは、農民の祭りであったが、後に民族の祭りとなり、現在では都市部でも広く祝われている。サバントゥイは、タタール語でサバントゥイ、またはサバントゥイ、バシキール語で、チュバシ語で、であり、 トゥルク継承後のカラスキの祭りに由来する。タタール語では同じ意味のサバンバイラムとも呼ぶ。サバントゥイの起源はボルガ川中流域がイスラーム化する以前まで遡る。サバントゥイで行われる伝統的な歌や行事はイスラーム化以前の宗教において何らかの意味を持っていたと考えられている。タタール人、バシキール人の間にイスラームが普及し、 チュバシ人の間に政教が普及した後、サバントゥイは世俗的な祭日となった。20世紀の初め、サバントゥイはタタール人の民族的な祭典としてソビエト政権にも認められた。かつてのサバントゥイはマキシュ前に祝われていたが、現在ではサバントゥイの開催はマキシュ後の季節に移動し、古来の夏の祭日自由と集合している。サバントゥイの重要な要素は、 祭りの会場の端に置かれた広場にて行われる様々な伝統的スポーツ競技である。中でもタタールのレスリングであるキョレシはサバントゥイの最も重要な行事である。レスリングの勝敗はタオルを使って相手をノックダウンすることで決まる。通常は若い少年から競技を始めサバントゥイの終わり頃にメインイベントとしてキョレシの決勝が行われる。勝者は 勇者と呼ばれる。優勝商品は、軍部では、ラム肉であったり、都市部では車であったりと様々である。巨レシコのほか競馬、柱登り、袋を使った、障害物競争、卵を使った、スプーンレース、棒状での袋格闘技、ポット割、りサワーミルクの中からのコイン探しなどの競技が行われる。近年では、サワントゥイは、民謡や、ポップミュージック、 アコーディオン音楽のコンサートと同時に開催されることもある。サバントゥイの開催日は不定であり、毎年6月15日から7月1日までの間での日曜日に行われる。最初は軍部のサバントゥイが開かれ、続いて主要都市でのサバントゥイが行われる。タタールスタン共和国の場合、最後に開かれるのは首都火山市のサバントゥイであり、チュバ市共和国や、 バシコルトスタン共和国でも同様の開催順序が適用されている。近年ではモスクワでも連邦政府主催の連邦サバントゥイが開催されている。モスクワやサンクトペテルブルク、タリン、プラハ、イスタンブール、キエフ、タシケントなどのタタール人が多く住むヨーロッパやアジアの多くの都市でもサバントゥイが開かれる。今日ではサバントゥイはタタールスタンおよび 世界各国の様々なエスニシティの人々に祝われる国際的な祭典となっている。タタールスタンのシンボルでもあるサバンツィイはロシア大統領がタタールスタンを訪問する際に必ず参加する行事の一つとなっている。1990年代半ばには大統領のボリス・エリツィンが目隠しポット割に挑戦し現大統領のブラディーミル・プーチンは サワーミルクからのコイン探しに挑戦した。こうしたパフォーマンスは、マスメディア等では、しばしば一種の政治的象徴行為として解釈され、エリツンは、タタールスタンの複雑な政治問題を、確信もなく1割で解決し、プーチンは、連邦政府の予算に入ったことのなかった、タタールスタンの財源を、サワーミルクの中から見つけ出してしまった、として扱われた。ありがとうございます。